DDG です。超絶ギター道場へようこそ。今回はね、レーサー X のスネークバイトの、前半のねギターソロを弾いてみました。正直原曲に合わせて弾いてみるともう全く弾けていない状態で、非常に難しいんですが、でこの後出てくる超絶ストレッチフレーズはまだ全然弾けません。でこのねスネークバイトのギターソロは実は僕が初めて挫折したギターソロです。で挫折してから、中学生の時にヤングギターにこのスネークバイトのタブが載っていたので挑戦してみたんですが、もう全く弾けなくて、そこからねもうポールは僕の中でもう苦手分野になってしまって、もちろんねポール・ギルバートは僕めちゃくちゃ大ファンです。ちゃんと通ってます。レーサー X も大好きだし、ポールのね教則ビデオもめちゃくちゃ見ました。ただなんだろうな、僕いつもお話ししてるんですけども、かなり感覚派なので、どちらかというとイングベイのそのパフォーマンスビデオとかを見て感覚で覚える方が僕にはすごくこうなんか分かりやすくて、そのイングベイのビデオの方がね。でポールのなんていうのかな、こうすごい理論的じゃないですか。まあなんかね面白いんだけど、見ててすごく面白いんだけど僕には合わなくて、で実際にねやっぱりソロを弾いてみたりねすると全然弾けない。で一回挫折してからもうずっと逃げてきて、ポールからは全然僕は今でも本当ポール全然弾けないし、聴くのは大好きなんだけど全然弾けなくて、でスネークバイト久しぶりに挑戦してみたんですがやっぱり弾けない。でその中でもやっぱりやばいなと思うのはストレッチフレーズ、もちろんこれだけではなくてね、もうフレーズ全てが僕にとっては非常に難しいんですけれども、特にね、9フレットと15フレットのこのストレッチフレーズってこれやばいですよね。でなんとか今届いてるのはこのギター、ミディアムスケールなのでフレット感がね結構狭くてなんとか届いてます。そうじゃないギターで弾くと全然弾けなくて、このミディアムスケールですらちゃんと届いてないんですよね。非常に難しい。でこれ中学生の時に初めて見た時にこんな人間が弾けるようなフレーズじゃないだろうと思って、もう全く弾けなくてもうやめたっていう感じで、ポールは実は弾かなくなってしまいました。でやっぱり久しぶりに弾いても全然なんか綺麗に弾けない。非常に。で最後のここもめちゃくちゃ難しいんですよ。ここが一番でも今日練習した中では弾けなかったかもしれない。珍しくいつもピッキングパターンとか考えないんですけど、あまりに弾けなくてここはねしっかりピッキングパターンを考えました。で全然弾け
ないときによくやるのが、まず最初の部分だけ早く弾いてみるんですね。で、これで弾けなかったら、ピッキングパターンが自分に合っていないっていうふうに僕いつも判断するんですね。本当に弾けなくて、ピッキングパターン考えるときは。で、どうしたら早く弾けるかなっていうピッキングパターンをこう考えながら弾いていて、で、このワンフレーズね。これが一回弾けるようになったら、あとはそのピッキングパターンを繰り返すだけなので、まずはね、その、早く弾けないときは、どういうピッキングパターンでどうやって弾けば弾けるのかっていうのを一回ね、試してみると、意外とすんなり弾けるようになったりすることもあるんですが、でもね、なんとか弾けるようになったんですけれども、やっぱりそのソロの中でつなげて弾くと全然弾けなかったりとかね。本当にポール難しいな。なんかイングベイと似てるフレーズはあるんですけれども、全然なんかね、似てるけど、なんか違うんですよね。ポールのフレーズってすごいこう遊びもあるんだけど、しっかりカチッとしてるから、オリジナルとかに合わせて弾いてみるとすごくこう痛感するのが、いかに普段適当に弾いてるかっていうのがね、すごい身に染みてこう分かるというか、やっぱり僕はポールのそのコピーっていうのは正直ちょっとできないのかなというのが今回またね分かってしまったんですが、まあでもせっかくなので、この後のねストレッチフレーズもしっかり覚えて、なんとなくでもいいから弾けるように今度は逃げずにしてみようかなと思います。何も考えずにね、動画を回して今話しているので、かなりまとまらないお話になってしまっていたら申し訳ございません。なっていたらというか、なっていますよね。申し訳ございません。ということでね、今回の僕の動画楽しんでいただけてたら、ぜひ高評価、あとチャンネル登録まだしていないよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。破壊系ギタリスト DDG でした。ちょっとね練習頑張ります。